皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の酒井篤です。今日は11月21日月曜日です。今日ご紹介する料理は、先週ご覧になった方はご存知かと思いますが、11月18日より、日米同時封切りになりました映画ザ・メニューという、映画とタイアップしたお料理ですね。こちらをご紹介しています。もう先行販売はビストロなしでしてるんですが、その作り方と内容をご紹介したいと思いますので、早速作っていきます。材料こちらです。見たら分かりますよ ね。ハンバーガーです。でハンバーガー作っていきます。まず和牛ミンチ 100% の、ビストロイナシベオリジナルパテですね。 80g、80g、160g も入ります。こちらをバンズに合わせて、で次に焼いていくかな。まあパテ切りましょうか。ああ、バンズ切りましょうか。バンズね。それでは始めます。オリーブオイル、で1センチ厚に切った玉ねぎ、ちょっとパテが肉厚なので、ボリューミーなので、オーブンで3分ほど、180度のオーブンで3分ほど加熱します。でバターを溶かして、ここでバンズを焼いていきます。OK ですね。取り出してマスタードたっぷり、マスタードたっぷり、ここにスライスピクルス、スライスピクルスで、レタス、レタス、パテが出来上がりました。オーブンから出した途端にアメリカンチェダー、ちょっとオーブン入れます。一瞬一瞬一瞬ですよ。OK、 いいですか。にたっぷり黒胡椒、パテ、パテ、ダブチですね。大丈夫か、どっかと一緒だな。ダブチです。
ケチャップたっぷり。ここに焼き玉ねぎを乗せて、バンズを重ねたら、いきますよ、いきますよ、いきますよ。では、ザ・メニュー企画、ザ・メニュー企画、極上ダブル和牛チーズバーガーの完成です。$9.45。では、食ですね。うちでこのバーガーを食える男といえば、マック大好き芸人のジョイルしかないんですよ。芸人じゃないんですけど、あのうちのジェネラルマネージャーなんです。この酒屋グループのジェネラルマネージャーのジョイルしかいません。ではジョイル、試食お願いします。いいですか。はい、ご紹介に預かりましたマック大好きジョイルです。今からハンバーガー食べたいと思います。おしぼり持参できました。すげえ。おお、相当ある。あ、手を離した瞬間もう負け試合じゃないの、こういうのって。こういうのって違うの。いや、美味しいです。なんでお前最後まで行くって言って。いや、最後までは後で楽しみにとっておきたいと思いますので。いや、もう本当お肉が美味しいですね。お肉を感じれるハンバーガーなかなかないです。いやいや、5時以降マック行ったら、いや5時以降だったらあるかもしれませんが、僕は何時でも OK ですので、ぜひ食べに来てください。マック大好き芸人のジョイルが自信を持っておすすめするザ・メニュー、タイアップ企画のハンバーガーです。価格は$9.45。これはちょっとあの映画を見たら分かるので、ぜひ、映画を見て食べに来ていただくか、食べた後に映画を見る。僕はね、食べた後に映画を見たら面白いと思うんですよね。18日3日前からあの始まってますので、ぜひあの足を映画館に足を運んでいただいて、全国ロードショーですから、ぜひたくさんの方にご覧になっていただけたらなと思います。では、来週はですね、ビストロイナッシュベの人気メニュートップ3に入る牛フィレ肉と、フォアグラのロッシーニをご紹介したいと思います。来週もぜひご覧になってください。番組登録、あの本当にありがとうございます。もう順調に増えて、たくさん登録者数が、チャンネル登録していただきます。チャンネル登録をしてください。よろしくお願いします。来週も見てください。セボンです。